とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、モッド、やっていきたいと思います。何のモッドかっていうと、ボスラッシュですね。以前やってたボスラッシュ、あれ簡単なやつです。弱い方のボスラッシュです。今日は、超難しいボスラッシュ、やっていきたいと思います。クリアできるかちょっと、わかんないんですけどね。まあ、とりあえず、やれることをやってみましょう。確かここだったと思う。いきます。ここだ。いきますね。あ、ちょっと待って、いきなりかい。ちょっと待って待って待って。こんな感じで敵がどんどん切り替わって、25回出てきますね。うん。波が25回来ます。それを倒せよっていうことですね。で、今第3の波が来ましたね。第3は、あ、こいつら、あ、ただの大釜から出てくるやつ。あ、全然余裕で、次がこいつらね。おいー、ちょっと待て、これね、リーチ短いやつできたらもう終わるね。うん、リーチ短いやつできたらもう終わる、ジエンドです。なのでここに来るのにあたっては星寄るとか、あとは怒りとかね。うん、あー、ちょい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 、どこだ。そういったやつで来ないとちょっと痛い目を見ると思います。よっしゃ、あれ、ちょっと待って、消えた。いけるかな。いや、倒しきれん。あー、ぴょんぴょんする感じなので、ダイナモが溜まってないとあんまりダメだ。はい、次、大釜。大釜、むちゃくちゃ出てきた。近くに寄りすぎると、炎ダメージを思いっきり受けちゃうので、ちょっと距離をね、大事に戦っていこうと思います。危ない!次何?レッドストーンゴーレム。おい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 。ちょっと待って。これはひどい。これひどい。ちょっとポーションバリアないと絶対死ぬじゃん。しゃ、ちょっと待って、ちょっと待ってね。うわー、オッケー。あっぶねー。なんかないんか。力のポーションしかないね。影のブリューがあればもうちょっと動きやすくなりそうなんだけど。オッケー。いや、無理。よし、ここでやる。いけてるか。お前をまず倒す。オッケー。横でなんかビックンビックンしてるやつがいたね。オッケー。はい、あと1体。まずドラを使って終わりだ。おーっと、次は何?あ、エボーカーだ。エボーカーたちが出てきましたけども、ここは、まあ問題ないでしょう。こういうね、問題ないところも、ちょくちょくありつつ、まあまあ、とんでもない数なんだけどね。とんでもない数だけども、エボーカーたちは全然余裕です。ほらほら、爆発がね、めちゃくちゃ役に立つでしょ。ザクを倒した時に一気に敵を削っていけるので、爆発ここね、めちゃくちゃ向いてるんですよ。じゃあ終わりだ。よし。うわー、ちょっと待って、お前たちか。あー、これ壁ないときつい。壁ないときつい。壁ないとこれ防げないわ。で、あれね、あの近距離で倒すと、いや、見えない見えない見えない、固まっちゃうから近距離では倒さないように気をつけましょう。まあ、気をつけようがないか。ちょっと待て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 、死ぬ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 。あっぶね。あ、やばいやばい、見えない見えない見えない。ダメだ。よし、なんとか生き残った。あー、無理無理無理。この数来られるときつい。とんでもない数やったね。 OK、 とりあえず倒そう。1体ずつ倒していきましょう。
オーケー。うん、このちょっと透明化を使ってうまいことねダメージを与えていきましょう。オーケー。あ、動けなくなった。23です。あと3でおしまいですね。あとに行くにつれてやっぱり結構えぐくなってくる。結構きついよ最後の方は。まあ途中も結構きついとこあったけどね、レッドストーンゴーレムがむちゃくちゃ出てきた時とかもう終わるって思ったもんね。いや、ちょっとここもきついぞ。ああ、もうこのノックバックがねきつすぎるのよ。近づけないのよね。あ、オッケーオッケー、いいところにいたね。あー、近づけない。よっしゃ、オッケー。ここで一体でも倒しとけばだいぶ楽になるからね。おいし、きつい。ここら辺か。あ、やばいやばいやばい、全然ダメだ。よし、オッケー。対マンで倒した。オッケー。あとお前らだ。よし、はい、一体もう動けない動けない。よっしゃ、やばい、死ぬ。よし、ここで倒せる。当たってないね、当たってないね。いやー、ちょっと待って。あー、痛い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 。ポーションバリア、ポーションバリア。よし、いける、突っ込め。オッケー、こいつも倒しとけ。うん、オッケー。ちょっと動けない動けない、最悪動けないわ。あぶねえ。よし、ここはあとお前だけでおしまいかな。ああ、急ぎすぎ。急がなくていい、急いだら絶対死ぬもんね。えい、はい、24。おーい、何これ、名もなき者がね本当に鬱陶しいのよ。とあとね、村人の王ね、あいつ動けないもん、あいつの攻撃されると。これノックバック無効とかそういうやつが欲しい。ヤギか、ヤギとラギット。うん、 OK。 次、しゃ、無理か、減らしきれない。よし、最後は多分村人の王じゃなかった、あのエンダーの心臓じゃない、おそらく。よし、あ、まだいた。はい、 OK。 上にいる上にいる。ちょっと待って、やら、どこ、終わり。あとどこだ、あ、いた。よし、ラスト。うわー、ちょっと待って、ゴリさんもいるじゃん。何これ、最後わけわからん。あ、ダメダメダメ、死ぬ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 、最後わけわからん。あ、ダメダメダメだって、壁もないし。ちょっと待って、うん、で多分これ近距離で倒すと動けなくなる。動けなくなったね、やっぱね。ダメだ、動けない動けない。ああ、見えないし、見えないわ動けないわでもう全然ダメですよ。うん、よし、 OK、 OK、 倒した。あー、また動けない、最悪、動けなくなって死んだ。はい、という
ということで今日は超高難易度ボスラッシュやってみました。ラストもう少しまで行ったんだけどね、あのボス倒したら動けなくなるあれどうにかしてほしい。か、もうラストになったらなんか高火力のハープクロスボウとか、うん、あとサブリューイングとか力の弓とかあの辺でとどめさせていった方がいいのかな。動けなくなったらどうしても死ぬんだよね。はい、ということで今日はやられてしまいましたけども、次はね必ず勝ちたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。